はい、どうも、こんにちは。今回はまた Life is Strange True Colors だったっけな <laughs> ごめんなさい、ちょっと続けて撮ってるんで、これが何なのかちょっとまだ定かではないんだけど、え遊べるこの、とりあえずその、Life is Strange True Colors をね、やっていこうかなと。間違ってたらすいません、なんとかカラーズやっていこうかなと思うわ。で、前回は、まあ、つってもまだチュートリアルっぽいんだけど、ま、とりあえずこの今街、コロラドに、 え、ま、兄さんがいるコロラドに、え、アレックスが、ま、引っ越してきて、この街を紹介するようなまだ途中で、前回ようやく、お兄さんが使ってた部屋。バカ広い部屋 <laughs>。ワンルームとはいえど、これが、ま、ワンルームっていうのがこれ。一部屋なんだけど、めちゃくちゃ広い部屋。ここを紹介されて、ま、これアレックス住みなよって言われたっていうところ。と、あとは、 なんかあれあの兄さんが恨みを買ってしまった男がめちゃくちゃ怒りだって来たけど感情の起伏に敏感なこの主人公アレックスがちょっと殴っちゃったとハハハハッあごめんごめん語ってたアレックスごめんそうそうだから殴っちゃってさてかなんか えらいあのアナログスティックを押せえみたいな感じで出たからさ、押しちゃってさ、押さないといけない場面、押すしかなかった場面だったかもしんないけど、押しちゃったせいで、さなんかもうアレックスがさ、ボコボコにしたんだわ。その <laughs> お兄さんが恨みを買った男をさ、ボコボコにしたの。相手の顔から血が出るぐらい。兄いいさんのだな。 大、うん、のレースじゃん。つう、もんなさそうだな。<laughs> おもろいんか、これは。おもろいやつか、これ。なんだこれ。めっちゃいい写真じゃん。めっちゃいい写真。だ、そうだからね。ちょっとなんか、不穏な感じになっちゃったんだよな。アレックスが。なんか、俺もなんかすっきりしな終わり方しちゃったんだよ。 私が読んでた頃と絵のタッチが変わってるなソーブリードはいえっ何こ宝箱みたいな好き <laughs> まあこうやって見る分だけ好きなんだけどいざ家にあると邪魔って思っちゃうのかな結構でかいもんなあ子供を一個人として育てるということうんが博士なんだ 40とっても大事なことが書いてるわ。ワインを飲みながら話しましょう。愛してる。これシャーロットがあれだよな。こう、兄さんの女、女 <laughs> 兄さんの女だよな。え、じゃあもう、ほぼあれじゃ、付き合ってるとかじゃなくね、も漫画とアートの本が並んでる。兄さんとシャーロットのために読ん。そうでるだからシャーロットに、お子さんがいるんだよね。で、多分そのお子さんのために、 二人頑張ってんだろうな写真ライアンにっって兄さんも生まれ変わたたみたいだね。いい写真だな私だってきってきと。いやごめんねアレックスなんかもう殴っちゃってレコード屋にラジオブースがあるのって<う>なんていうか完璧って感じレコード屋まあそうだな確かになすごい相性はいいというかさ 本当に幸せそう。あら素敵。あら素敵な写真ね。オブジェ。このオブジェもしかしてシャーロットの作品かな。確か兄さんがアーティストだって言ってたし。あ確かになんかこの。でもまさかこんなすごいなんて。表現力がいいですね。表現力がここにあるんだよね。シャーロットのご家族の肖像画の作成受けたもありますってあるから。 彫刻もできるんだ <laughs> すげえなアーティストのゴンゲだな剣、あ剣ケ見たなちょっとゲーム見たいんだけどちょごめんアレックスあはいオーラーアイコンが近づいてるえ誰がオーラーあってるのはっなんだこれ チェンソンは半年ほどでサンミゲルから転居されたようです。えできれば転居歴はわかりませんか。すみませんが私たちではわかりかねます。サンミゲル軍事署機関事務所にお問い合わせいただきありがとうございました。おい待ってくれ。ちょっと。あーなるほど。<ふそ> <laughs> もちょっと今ねあのプレフォンで撮ったらあのトロフィーは隠されちゃうんだけど今あの <laughs> 普通に PC 側撮ってるからさ。 あれだわ、トロフィー、トロフィーが見えるようになってます、今。これ、キーじゃないここに来たとき、まだ父さんを探してたんだ。これめちゃくちゃキーでしょ。なるほど、感情を見れるといえど、あれなんだ。だこれが、どっちかっていうと物語のメインな気するな。あの、人の感情ってのが、まあ決定だはそうだけど、 ここだな、多分ポイントは。これで物の過去を見て、真実を探すんだ。ここに来た時、まだ父さんを探してたんだ。そういうことか。何こいつ。<laughs> グリーティングフローメキシコ。何これメキシコからこんにちは。いいね。何これ何これ誰からレン。チェンからレンに来たんだ。 昨日お手紙が届きました。私は元気でやっています。気分転換した時はいつでも遊びに来てください。美味しい食べ物とお酒を用意して待っています。君が元気に暮らしているという話は何度も聞いても嬉しいものです。私は今でも時々強制施設で初めて君に会った時のことを思い出します。君は私をのしってうせろと3回も言ったけ,どったけれど、それでも君ほど私の言葉を熱心に聞いてくれた子は他にはいませんでした。 あの時私は君がそれまでにしてきたことを超決心して、あまりあるほどの立派な人間になることを確信しました。君は私が指導した少年たちの中で一番だった。それは忘れないでください。アレックスのことで進展があれば知らせてください。君たちが再会できることを願っています。では、お元気で。あ、じゃあ、兄さんの、まあ、恩師的な人なんだ。じゃあでもそれ考えるとあれなんだ、バナナは兄さんも昔はちょっと、 抑えきれなかったな昔はよく兄さんとこれやったなボロけけばっっかだったけど、ね。すっごいはしねるけど部屋の <laughs> 普段取れる場所かそれみんな仲良さそう本当はいい写真だなこれこれ,これ気になるんだけど何、ね、これこれってここにあってもいいものなのかな確かに電気代ばかくいそうえガチ <laughs> はいあ、え、え、上と下がアナログスティックで左と右は十字キーえ、これすげえ髪毛っぽくね行くぜ。どこ俺あれかあれ、あれがおるか俺かちょ、ちょ、ちょ、待って待って待って。おい、危ない危ない危ない。 ああ、L で、ルでいけるわ。あ、ばいばいばい。バカめ。やばい、行きまえだ。ちょっと待って、まず、まずまず。あ、まずまず、まずまず,まず。あ、うまい、こ、こいつ。おいおい、おいおいおい、バカ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 。ズリって。おい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 。来たんじゃない これさ、え、あー、全部取らないとダメ、全部取らないとダメだ、ああ、あやだ、ああ。なんか、あ、残機性か。全部取らないと次いけないのかなそういうことかあ。結構おもろいぞ。結局こういうゲームの方がやっぱおもろいんかな <laughs> あ、あ、これあれば、あれじゃないお化け照らせんじゃない やべえ。ファーストステージごときで、一気使っちゃった。あ、で、ライトは引き継がれないと。ちょ、ごうすごう急ごう。これさ、湧いちゃうから。あ、やばいやばい。なんか夜の鉱山だから、俺かかってこいよ、お前ら、おい。おいおい、光だぞ。え、なんで これは来ないとかじゃないはいザコがよライトがあったらお前らが怖くねえよハイスコア6万かでもそんな高くないぞライトなんか危ないシンプルな事故 <laughs> シンプルな鉱山事故じゃんなんかイーサーにはこうなってとしてなかった危ないちょちょちょュチちょちょ,ちょ,ちょ危ない危ない危ない ちょあの1枚が取れねえ、うん、よしよしよし、うん、待て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 ちょっとライト取ったほうがいいまぜ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 まずいまぜはえああ落下ダメージ落下ダメージがあんのかまさかこの世界には あ、待っていやー、もう無理した。丁寧にがかんとダメなんだ。お化けがとんでもないスピードで来てるけど。え、な、あれどうすればいいんだまずいまずい。ちょ、まずまずまずいまずい。あ、これ降りるとき専門かい。あ、やばいやばい,やばい。 ああ、ああ、ダメだ、ああ、ああ。あ、でもこいつらでも動き決まってるわ。ああ、ダメだ。まあいいや、ちょっと次回ランク目出そう。<laughs> 次回かそもそも一人であるかわかんないけど。マインハントの呪われたコウさん、いいゲームだな。よし、ゃやっていこうか。えー、っと。 ライリーの、ライリーって誰だライリーは、ライリーは、あ、女の子か。はいはい。やっぱじゃあ、前回なんか殴りに来てた、私の名前マックちゃん。まあマック君は、あれかなライリーの男だっけ覚えてないわ。 兄さ何これえなんでどこにいるか知らないのたとエドドワールドにも <laughs> いい人たちだったなあ、妹を探していますだって残念ながらアレクサは施設に入ってから連絡が途絶えてしまい今はどこにいるか私たちには分かりません施設を担当する部署の連絡先を送ります 私を探すためにここまでしてくれたんだあれなのかないろんなアレックスがいるな <laughs> なんか行方不明になった後と保護された的なこと意図して施設に入れたというよりはそういうことなのかなだって兄が知らないとおかしいよな 先に見ようか。ああ、そうか。そうだな。やっぱじゃあ確定だ。じゃあ、ライリーの男だ。ライリーの男。ライリーの男だな。だから面接相談で話してたんだよな。ゲーム面接だって信じられない。一生お願いだから準備手伝って。ああ、そうね。 それを勘違いしたんだな。でもここにある。あかるぞ。過去がおかしいと思わないのか、あいつお前を狙ってる。<laughs> めっちゃトロフィー出るな。<laughs> 受験の相談に乗ってくれてるだけよ。親切にしてくれるからって絶対に下心があるとは限らないでしょ。うん、高校中退で少年院上がりの野郎が親切心から受験の手伝いだって。信じらんねえな。そんなこと言わないでよ。<ー>ゲイブは友達だから手伝ってくれてるの？ 過去が見えるな過去が見え、過去こ、これ、これが大事なんだな。絶対この物語のキーになるわ。さっきも言ったけど。なるほどなぁ。物に、物とあったはい。あ、着替えたんだ。兄さんもこの写真を。あこのの頃は平和だだったな。母さんももまだ生きてて、家の心配事もあ。んまなかったし、はい、ああ。 じゃあ、お着替えしちゃうか。そう、今回、なんか、そのデラックスパックかなかなんかに、このマックス、マックスじゃねえわ <laughs>。囚われてんな。このアレックス。アレックスの洋服セットもあったのよ。フリー。あ、中のパーカーか。おいいねはいはいはい。ああ、はい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 。 あ、いい <laughs> なんか、色が変わるだけだけど、全然印象違うなああ、でもやっぱでも、普通のやつもいいなとこの明るいのも好きだなけど、暗いのもいいなこのなんか、全体的暗い色だけど、中から見えるクマがいいよね。でも、これもこれでシンプルで、なんか、 かっこいい感じするなぁ。で、これはこれで色が合ってていいよな。待って、パンツの色も違う、パンツの色も。待て待て待て。いやぁ、でも、普通のやつも大概外魚、まぁ、あ、せっかくだし買えるか。いやぁ、難しい。まぁ、あ、でも色合い的にやっぱ、これが一番いいのかなぁ。 これもなんか目、間から見えるこのクマちゃん。目つき悪いクマちゃんが、アレックスに合うけどなぁ。これパンツの色ともいいし、ちょっとパーカーが浮いてるけど、若干浮いてはいるけど、やだでも暗い色もいいなぁ。どうしよう。動いてみて。あー、こういう感じか。 あ、でも思ったより明るくないな。ちょ、これで行くか。行こう。今回これ、俺で、これで行くぞ、俺は。ようやく来たぜ。開始20分。初めての日本時です。趣旨を取り出す。あら、かわいい。でも、この汚れは。 いつよろしくね,よろしくねシュシューこれまでもいろいろあったよねシュシュー漫画を撮り出そうあーそうかもらったんだったな漫画思い出したわイーさんにあの子才能あるよなさすが芸術家の息子 せいな、デーモン早めであるモンスターどもの要塞続く道だ。崩れてしまってるのか。ああ、でも綺麗。もう構図もうまいし、絵も丁寧だな。他の道を探さなければ。街の衛兵制服だな。死んでからだいぶ経つようだ。血の跡血痕はここで途切れているようだ。そうでないなら、裏は空洞かふん <laughs> やはりな、奴はこの中を通ったに違いない。天空の大蛇の死骸だ。天井突き破って落ちてきたのか。つまりもっと上に登れば、隠された入り口を見つけられるかもしれないな。この大蛇が、俺の捨て飛んでくれればよかったが、まだ役に立ってくれそうだ。どういうシーンだ、これ。あ、本当は大蛇だ。ほ <laughs> だ。 大蛇の骨があるな山頂の向こうのあの光は要塞の裏口に違いないほんとだすっごい大蛇が <laughs> 天空雨がける大蛇が綺麗に骨になったないいねちゃんと服変わってるねいいね 何も誰かの手紙これ。シドニー。アレックス元気にしてるまだ施設にいる実はアカウント消してしばらく隠れることにしたから <laughs> ちょっとなんか不穏だな。一応知らせておこうと思って住むとこ探すために会ってた男がいるんだけど、そいつが嫌がらせし,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 してき始めてから逃げたことに、逃げることにしたんだ。 ちょっとバーンサイドからも離れる。スタッフがレイシストで、私が密売やってるなんて嘘を言いふらしてるから。最低な状況だけど、うまく切り抜けてみせるよ。落ち着いたらまた連絡するね。とりあえずアレックスは元気にやってるといいな。ローレンはまだいる。あんたがあいつをやつ,つけたのはいい思い出だよ。会えなくて寂しいけど、またいつかね。かシドニーも不穏だなぁ。いい人だったな。迷惑かけちゃったけど。オーガストじゃん。8月じゃん。 この手紙が封風を切られる前に捨てても仕方ないと思いながらペンを取りました。もしあなたがこれを読んでくれているなら、謝らせてもらえることに感謝するわ。私には朝、佐藤え佐藤へなる覚悟が足りてなかった。心の準備ができてないまま、あと引き取った結果、叱ったり口論になったりして、思った以上にストレスを、ストレスに耐えることができなくなってしまって。あ、だからこの、オーガストさんが、アレックスを保護したけど、まあ、だから、 耐えられなくなって施設に預けたってことか薬で治れクシェンああ薬か,一緒によかったはいはい,はい、はい、知ってますよチェルシーちゃん連絡先連絡っていうかメールで見たからなチェルシーちゃん字綺麗ここからも見えるもんはっきりと なんかね、こういうなんか丸文字もあるけどさ、めちゃくちゃ見やすいしじゃん。アレックスへ、誕生日おめでとう。超絶最高な日になってるといいな。今日嫌なことは何一つ起きないを祈ってるよ。マジなスすると出会ってからずっと色々面倒見てくれてありがとうね。アレックスがそばにいてくれると安心できて幸せで愛されてる感じすらした。うちらみたいな人間には結構レアなことだよね。とにかくありがとう。アレックスが、アレックスいてくれて、そして私の友達でいてくれてありがとう。 あれをぶっ飛ばしてくれてありがとう。お願いしなくても福岡してくれためちゃくちゃありがとう言ってくれるじゃん。こんなことにはちょっと恥ずかしいけど、ここに来てよかったいつのことはアレックスにやったことだよ。見たいな、チェルシーちゃん。どうしよう、チェルシーちゃん終盤出てきてクソヤンキーだったら。変わり果てた姿出てきたらどうしよう。耐えきれないんだけど。よ、アレックス。元気にしてたってきたらどうしよう、チェルシーちゃんが。 同じぐらい同じ雰囲気の子でいてほしいなチェルシーちゃんはアレックスとあさっきの写真だ私たち大人になったなあったねそうそうその写真その写真ちょっとボーイスすぎるかな服変えたけど大丈夫そこ 日焼けするよ、それ、写真。大丈夫これ、アレックス。めちゃくちゃ日当たってるけど、気になっちゃうよ、それ。一年ぐらい経ったらなんかもう、めちゃ色変わったりしないそれ。大丈夫その位置。引き出しの中閉まってた方がよくない手帳、はあ。手帳にさっきのこと書いた方がいいかな。これあれだ。あの、 なんつうのコントローラーな、なに、なに、なにパッドなんとかパッドにあるやつだ。形がもろそうだし。これだ。あ。やっぱそうだ。だから左側が名前で、その時起きた出来事が右側だ。何に原因があったのかっていう。そう、これが前回、も俺がやってしまったことで、 扉の軌がべての始まりだった。思えば兄さんがドアを開ける前から不穏なものを感じてた気がする。ドアの隙間からゆっくりと入い寄ってきた。赤くて生々しい何かが。扉が開いてマークが入ってきた。そして自分を抑えられなくなる前に必ず感じるあの胸騒ぎが始まった。どんなにあれがあっても抑えることのできないあの感情は全身の血を沸騰させていく。私の体が誰かを痛めつけたいと叫んでいる。こうなってしまうと私自身ですら私を止めることはできない。 誰かを傷つけるままで決して止まらない。ああ、じゃあか誰かの怒りを見たらもうじゃあ関係なく殴っちゃうのかマックの怒りは目がくらみそうになるほど熱くわずかに恐怖を混じっていたこの怒りの根底にはライリーへの思いがあるからだ彼女が自分以外の誰かと一緒にいることに耐えられなかったんだろう怒りが体の奥底から燃え上がっていた熱戦で体を縛りつけられたかのようなあの感覚 それが気力と体力をごっそり奪っていく。終わった時は心底ほっとする。耳鳴りが止んで、怒りで高鳴る心臓の鼓動がだんだんと落ち着いていく。本当にほっとする。殴ってしまった兄さんには悪いけど、こんな時は何と言って謝れ,謝ればいいのだろう。うん、私たちを縛いとは、あや <laughs> ごめんなさい。なして思える。私のことを傷つける体の内側から、 あれ、止めれたのかなでもこれで来るってことは、やっぱチュートリアル的な何かで、やらざるを得なかったやつなのかな全然荷物出してないよ、アレックス。小物ばっかじゃん。上の方にある小物ばっか出したじゃん、今。あら、マイ マイギターのかお兄さんギターのかわかんないけど。あら。G? 兄さんたら。あそっか、ゲイビーか。アレックスへお前の早弾きテクニを拝むのが待ちきれないぜ。これからまたよろしくな。サプライズかますか。 聞かせよ、お前のビートをお前のビート俺に聞かせてよもともと持ってたやつなのかどうなんだろうねなんかでもギターケースっていうのかなそれはなんかちょっとデコられてたから昔のやつ昔から持ってたやつなのかなさて さっきは兄さんの前で初対面の人をボコっちゃったけど、うん、今の気分にぴったりな曲は何だろう何だろうまあなんか静かな曲だと思うけどな before, あれアレックスこの声だったんだ あじゃあ英語版はちょっともうちょっと大人な感じなのかな声もそれか歌いになったら声変わるタイプ、so、え分かってるアレックス多分こういう感じの曲だね わかるわかる。What the hell am I doing here?I don't belong here.Whatever makes you happy.Whatever you want. どうぞ。それだけ フーッそういう感じじゃないかスタンディングオベーション誰が送ってあげてください拍手じゃ届きませんギターまで用意してくれるなんて全然声違うじゃん <laughs> <noise> であとなんかうんなんか全然だけどこれぐらいの声の方がなんかでも可愛げがあるよな 海外だともっとクールな感じなのかもしんないけど日本語版のこの可愛らしさもある感じがちょうどいいわあ、兄さんごめんってさっきは上行こうじゃあ,あダメか <laughs> ごめんなさいじゃあ兄さんに会いに行こう